ソクラテス式問答法は古代ギリシアの哲学者、ソクラテスにちなんで名付けられた探究の方式であり、個人間の議論の方式である。この方式は問いを立て、それに答えるという対話に基づいている。これは批判的思考を活性化させ、考えを明らかにするためである。この方式は弁償法であり、しばしば次のような議論を伴う。その議論においては、 一方の見解を擁護することは疑問にさらされる。この議論において、一方の参加者は、他方の参加者に何らかの仕方で矛盾したことを言わせることができ、その結果、後者の探求者の見解を強化させることができる。ソクラテス式問答法は、仮説の排除という否定的な作業をする方法である。この方法においては、矛盾につながる仮説が徐々に見定められ、 排除されることによってより良い仮説が見つけられる。この方法は一般的で通常受け入れられる心理、なおかつ我々の見解を定めるような心理を求める。そしてこの方法はそれらの心理が他の信念と一貫していることを確かめるために、それらの心理をよく調べる。この方法の基本形式は論理と事実に関する検証としてまとめ上げられた一連の問いである。それらの問いは、 ある人物内視はグループが何らかの話題についての信念を考えつくことを助けることを意図している。それらの問いは定義内視はロゴスを確かめ様々な個別事例が共有している一般的特徴を明らかにしようと努める。対話者たちの信念に含まれる暗黙的な定義を明らかにするところまであるいは彼らがさらに理解することを助けるところまでこの方法を採用することは 三馬術と呼ばれている。アリストテレスは、この定義の方法と機能法を発見したのは、ソクラテスだとしている。アリストテレスはこれらの方法を、科学的方法の本質だとみなしている。紀元前5世紀後半、ソフィストたちは哲学及び修字学の手法を用いることに特化した教師だった。彼らがそれらの手法を用いたのは、聞き手を楽しませ、その人に好印象を与え、 その人を説得して、話し手の見解を受け入れさせるためだった。ソクラテスはソフィストたちのとは異なる代替的な教授法を奨励した。その方法は、ソクラテス式問答法と呼ばれるようになった。ソクラテスが、アテナイの仲間たちとのそのような議論に従事し始めたのは、彼の若い頃からの友人、カエレポンが、デルフォイの神託を見に行った後のことである。その神託は、 ギリシャにはソクラテスよりも賢明な人物はいないと言っていた。ソクラテスはこれを逆説だと考えた。そして彼は自分の難問に答えるためにソクラテス式問答法を使い始めた。だがディオゲネス・ラエルティオスはプロタゴラスがソクラテス式問答法を発明したのだと書いている。プラトンはエウテュプロンやイオンのような初期の対話編の中で ソクラテス式の反対論証法を三分でうまく表している。その中でプラトンは、ソクラテスのことをアテナイの著名な対話者たちの中でも、とりわけ好奇心の強い質問者として描写している。ソクラテス式問答法は、いわゆるソクラテス式対話の中で最もよく見かけられる。この対話は、通例、ソクラテスがこの方法に携わり、自分の仲間の市民たちに向かって、 道徳的、認識論的話題について問うている姿を描いている。ソクラテス式問いかけという語句はある、種の問いかけを記述するのに使われる。この種の問いかけにおいては、最初の問いに対して、正しくない答えがあたかも正しい答えであるかのように答えられる。これを受けて、今度は最初の質問者が、会話の進展を考慮に入れて新たな問いを立て直す、ことを強いられる。 1990年代、フランスの哲学者マルク・ソーテは、ソクラテス式問答法を哲学カフェで復活させようとした。反対論章、または論爆は、ソクラテス式問答法の中枢を占める技法である。イリーンカスというラテン語表記は、英語では哲学の専門用語として使われる。プラトンの初期対話編において、反対論章はソクラテスが究明をするのに使用する。 技法である。救命というのは例えば、正義や徳のような倫理的概念の特質あるいは定義の救命である。ある大まかな説明によれば、反対論章は次のステップからなる。ソクラティスの対話相手がある命題、例えば、勇気とは魂の忍耐のことであるを主張する。この命題のことを、ソクラティスは偽であると考え、論爆の標的にする。ソクラテスは、 追加的前提。例えば、勇気は素晴らしいものである並びに、無知に基づく忍耐は素晴らしいものではないへの同意を、対話相手から取り付ける。次に、これらの追加の前提は、最初の命題と反対のことを含意するということ。この場合、それらの追加前提から、勇気とは、魂の忍耐のことではないが導かれるということを、ソクラテスが主張し、対話相手もそれに同意する。 次に、対話相手の命題が偽であること、並びにその命題の否定が真であることを、自分は示した、とソクラテスは主張する。反対論証的な考察は検討中の概念に、関する、新たな、より精錬された考察をもたらすことができる。この場合、反対論証的考察は、勇気とは、魂の懸命な忍耐のことであるという主張について、考察することを促す。 ほとんどのソクラテス式探求は一連の反対論章からなり、多くの場合、アポリアとして知られる難問にたどり着く。上記の第4ステップは、プラトンの初期対話編が持つアポリア的特質を失わせている、とマイケル・フレードは主張している。もし、何らかの主張が真であると示されるのであれば、対話相手たちがアポリアの状態になるということはありえない。なお、ここで、 アポリアの状態というのは、彼らにはもはや、対話中の話題について何を言うべきなのかが何も、わからないという状態のことである。反対論章が正確に、どういう性質のものかをめぐっては、大いに議論がなされている。とりわけ、反対論章は知識をもたらしてくれる、肯定的方法なのか、それとも、知識をもたらしてはくれるものの、もっぱら誤った主張を論爆するのにだけ使われる。 否定的方法なのかをめぐって、議論がなされている。WKC ガスリーが、著書、ギリシャの哲学者たちで述べているところによると、ソクラテス式問答法のことを我々が問いへの答え、内しは知識を求める手段だとみなすのは誤りである。ソクラテス式問答法は、実際は、我々の無知を明らかにすることを狙いとするのだ、と、ガスリーは主張している。ソクラテスは、 ソフィストたちとは異なり、知るということは可能だと考えていたが、知ることへの第一ステップは、自分の無知を認めることだとも考えていた。ガスリーはこう書いている。ソクラテスが、いつも言っていたのは、彼自身はものを知らないということ、そして、彼が他の人たちよりも知恵がある。唯一の点は、彼は、自らの無知を自覚しているのに対して、他の人たちはそうじゃないということである。 ソクラテス式問答法の精髄は、対話相手に、その対話相手は、自分が何かを知っていると思っているが、実際はそうじゃないのだということを納得させることである。ソクラテスは通例、自らの検討法を具体的な定義がないように、思われる概念へ応用した。例えば、当時の主要な道徳的概念、つまり、経験、知恵、節制、勇気、そして、 整理といったたへ応用をしたこのような検討は対話相手たちが暗黙的に抱く道徳的信念を疑い、彼らの信念に含まれる不備な点や矛盾を明らかにし、そして大抵アポリアにたどり着いた。信念のそうした不備な点があることから、ソクラテスは自らの無知を認めたのだが、他の人たちはものを知っていると主張したままだった。 無知であるにもかかわらずものを知っていると主張したままの人たちよりもソクラテスをより知恵のあるものにしているのは彼が自らの無知を自覚しているということだと彼は考えた。一見したところこの考えは逆説的なようだがこの考えのおかげで実際にソクラテスは自らの誤りの数々を悟ることができたのであり、それらの誤りのことを他の人たちは正しいと決めてかかっていた。 この主張は、ソクラテスより、知恵のある人物はいないというデルフォイの信託の、宣告としての逸話のおかげで知られることとなった。ソクラテスは知恵についてのこの主張を自分が道徳を奨励するときの基礎として用いた。それで彼は次のように主張した。最高善は、道徳的心理及び道徳的理解との関わりで、魂に配慮をすることにある。富は、個人と国家のどちらにも、 善をもたらさないが、善はそれらのどちらにも、富や他のあらゆる恩恵をもたらす。検討、対話のない人生は生きるに値しない。ソクラテス式問答法が扱われるのは、このことを念頭においてのことである。現代にこの方法が使用される動機とソクラテスが使用した動機は、必ずしも同じではない。ソクラテスが実際に整合的な処理論を練り上げる。 ためにこの方法を用いたことはたまにしかなかったのであり、彼はその代わりにミュートスを用いて、それらの理論を説明した。パルメニデスがソクラテス式問答法を用いて、ソクラテスが持ち出したものとしてのプラトン哲学のイデア論に含まれる不備を指摘しているところを対話編、パルメニデスは描いている。 通例プラトン内しはソクラテスが解説する理論が対話を通して乗り越えられるという内容の対話編はパルメニデスだけではない。この方法は答えにたどり着くためにではなく我々が抱いている理論を乗り越えるために、すなわち我々が当然のことと思っている行為や行順を超えるために使われた。それでプラトンはミュートスとソクラテス式問答法を両立しないものだとはしなかった。 それらには異なる目的があり、それらは前や知恵と至る左側と右側の道としばしば表現された。ソクラテス式問答法はソクラテス式問いかけという形で精神療法向けに改変されてきた。最も顕著にそうされてきたのは古典的なアドラー精神療法認知療法そして現実療法においてである。この方法は意味。 感情そして論理的規決を明確にすることに、徐々に病識を表明することに、あるいは徐々に代替的行為を探ることに、使用することができる。ロースクールで始められた授業の教授方法で、日本語では通称ソクラテスメソッドと呼ばれている。主に過去の事例を使うケースメソッドの授業で使われる。実際にあった事例の資料を渡され、学生は事前に、 それを読んでおくことを指示される。授業が始まると教師がランダムに学生を指名して、その事例に関する質問をし、即座に答えさせる。その学生が答えられなかった場合や、その答えに反論がある場合は、他学生が競って答えていく。教師はそれらに対し、解説するのではなく、さらに次々と質問をし続け、学生たちはこの過程を通して、考えを整理していき、 結論を導き出してゆく。その過酷な授業風景は、ハーバード大学ロースクールの新入生を主人公にしたアメリカ映画、ペーパー・チェイスに登場し、一般にも広く知られるようになった。ありがとうございます。